でももう8月もね、22日になりましたけれども、皆さん今年花火見たり、手持ち花火やったりされましたか？シュシュはね、花火、手持ち花火ちょっと怖いよな。あの、何だっけ、あれ、線香花火。あれは好き。だけど、あの、シュコーってなるやつあるじゃないですか。あれ怖いよ。なんか、自分に立ち向かってきそうじゃない、自我を持って。なんで、ちょっと手持ち花火は、線香花火とか、そういう、おとなしめの皆さんとしか仲良くなれないなって思うんですけれども。皆さんは、打ち上げ花火？あの、どっから見るかの話ではないんですけど、あの、見てられる人ですか？花火大会とか行って。あの、シュシュのね、日頃お世話になっている方がいらっしゃって、その人はね、花火見てらんないらしいんですよ。宇野平さんって言うんですけど、あのね、見てるとね、食べ物とかを買えばギリいけるらしいんですけど、何にもない状態で花火をずっと見てるのは、ちょっとあんまできないらしいんですわ。で、宇野平調べ、これはね、男性の8割がそう思ってるらしいんですけれども、皆さんどうですか？男性諸君。いや、ちょっとここは女性の調査もしよう。花火、打ち上げ花火、見ていられるかいられぬか。はい、今回のこのラジオのコメント欄ではこちらの皆さんのご意見を募集したいと思います。花火見られないよっていう人は、その理由、なんだろう、つまんないなのか、蚊に刺されるから外に出たくないなのか、どんな理由で花火を見ていられないのか。だってさ、花火大会ってさ、ボンボンってなってる時にさ、曲とか流れてない？流れてない。どうなんだろう、なんか今シーズンの流行の曲とかに合わせて柄とか色とかをさ、めっちゃこうコーディネートされて打ち上げられるイメージがあるんだけど、そんなことはないの？巷の花火大会は、シュシュが知ってる花火大会がプレミアムなだけ？わかりません。もうみんなの知ってる花火大会と、花火大会を見ていられるタイプか、いられないタイプか。ぜひ、お教えください。はい。夏らしい会話で始まりましたね。行きましょう。シュシュポップラジオ、ここかり。ということで、なんか先週はね、なんか夏と思って、もうちょっと海に関する話をしたんですけど、今回はね、花火の話ということで、めちゃめちゃ夏でしょこれは。はい、8月にちゃんと夏っぽい話をしました。はーい、ということで今日はね、8月22日何の日なんでしょう、何の日なんでしょうかね、ということでこちらのコーナー参りましょう。今日は何の日？はい、本日はショートケーキの日でございます。ですがショートケーキの日は毎月あるそうです。そうなの。なんでね、そんな毎月ある日を今日選んだかっていうと、ショートケーキが食べたいから選びました。はい、じゃあなんでショートケーキの日っていうのかをご紹介していきましょう。これはね、ケーキとか焼き菓子とかプリンをね、売ってるお菓子屋さんが決めたんだって。で、なんでかっていうと、カレンダーで22日の真上には15日があるから、ショートケーキの上にイチゴが乗ってるでしょ、だからなんすよ。で、この記念日に関連して制定したなんか団体とか、ちょっと前で言う猫ちゃんのさ、世界猫の日だと、なんか動物愛護団体みたいなのあったと思うんだけど、そういう団体とか目的とかの詳細は特に定かではないらしいんですね。わー、ケーキの生地のようにふわっとしておりますね。はい、はいはいはい。で、まあこのショートケーキの日は、そのショートケーキ界隈
ショートケーキ業界では、まあ、結構メジャーらしくてですね、みんなが名前を知ってるようなケーキ屋さんとかでも、ショートケーキの日にちなんで毎月22日にはいちごのショートケーキ 10% 割引とかそういうのがあるらしいです。はい、おわ、全国のショートケーキ好きにとってとっても有益な情報ですね。気になる方はぜひ調べてみてください。ショートケーキの日割引検索。はい、ということで今日はショートケーキの日でした。で、ショートケーキって一人分に切り分けられてるショートケーキ、ダメだ、頭がショートケーキになってきた。一人分に切り分けられてるケーキがショートケーキなのかなって思うんですけど、形態とか定義はね、国によって違うらしいです。って思うんですけど、日本ではスポンジケーキの間にホイップクリームとか果物が挟んであるやつで、表面も白くクリームで塗ったくられてるやつがショートケーキって言われる場合が多いで、いちごのショートケーキが代表作らしいです。で、何アメリカのショートケーキと呼ばれる菓子をヒントとして作られたとする説。ショートケーキっていう名前のお菓子があったらしくて、それを元にしたからショートケーキなんじゃないのみたいな、とか、なんかいろいろあるみたいで、ショートケーキの定義とかもスポンジケーキのごとくふわっとしてるみたいです。ですが、まあまあまあ、とりあえず本日は22日の上にイチゴがあるからショートケーキの日で、お店によってはショートケーキが 10% オフとかになってるらしいっていう有益な情報でした。本日皆さん帰る際にはぜひケーキ屋さんによってショートケーキを買いましょう。はーい、では次のコーナーに行きますよ。はい、次のコーナーはですね、こちらはね、視聴者さんからいただいたお便りなんですけど、お便りに書いたってやつなんですけど、ペンネーム埼玉やみこさんからいただきました。ありがとうございました。今日の一曲または今朝の一曲コーナーなどでメダロット BGM を流してほしいです。ふん、番組の冒頭に今日はこの BGM です、登場作品はなど話を広げて、オープニングトークにはもってこいなのではないでしょうか。なるほど、もしくはリスナーから流してほしい BGM と理由を募集して、当時の思い出など紹介すれば多くの共感が得られると思います、とのことです。ありがとうございます。でね、まあ今日は一回これのテストということで、今回だけまず一曲紹介して、なんで師匠はこれを選んだのかとかをお話しできたらなと思いますよ。ではでは、ちょっと流していきましょう。まずイントロっていうの、ちょっとだけお聞きください。どうぞ。ただいまお聴きいただいているのは魔の10日間でございます。初代メダロットにて発生したメダロットの暴走事件、魔の10日間の BGM でございます。ね、なんでね、月曜日の朝っぱらからこんな曲を選んだのかっていうと、メダロットデイ2020でこちら演奏されていたんですけど、聴いた曲ね、やっぱ生で演奏されてて全部かっこよかったんですけど、シュシュの記憶的にダントツでこれがかっこよかったと思いましたので、本日はこれを選んだ次第でございます。で、まあね、今もうっすら流れてるかなと思うんですけど、なんとこちらのそのシュシュがいいぞって言ってたやつは、メダロック起動起きる動くボリューム1の、Apple Music の方でね聴けます。まあ、10日間はトラック8でございますので、皆さんこのラジオ聞き終わっても電車に乗ってる時間がまだ残ってるよとか、まだ歩いても駅に着かないよ、もっと下山しないといけないよっていう方は、 Apple Music でぜひ魔の10日間をお聞きください。
あ、めちゃめちゃかっこいいんで、まあ朝から気分が上がるんじゃないかなと思います。シュシュはなんかもぞもぞしますね、この曲は。ってことで、まあこんな感じで、これからもね、ちょっとご紹介したい曲とかあったら、まあ紹介できたらなとも思いますので、コメント欄で、あ、もう今日みんなのコメント欄でやるタスクが多すぎる。コメント欄でぜひどの BGM がこれまでのもので好きかとかもよろしければお教えください。はい、では普通のお便り、普通おたご紹介しますよ。くださったのはもぐもぐ不要度さん、ありがとうございます。メダロットチャンネルの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週ラジオ楽しみに聞いております。ありがとうございます。実は今とても将来に悩んでいて。何ですか？私はいつか大きくなったらカブトムシになりたいのですが、カブトムシは冬眠できず冬になったら死ぬと聞きました。そこでクワガタムシになろうと思ったのですが、私はケツアゴなので、いざクワガタムシになった時、大アゴにそれが反映されないか不安で踏ん切りがつきません。シュシュポップさんは潜水型がメダロットエースで活躍するにはどうしたらいいと思いますか？え、ケツアゴの話は？できればユーザーの皆さんのご意見を知りたいです、とのことです。はい、ありがとうございます。あのね、このお便りを採用したのには内容の面白さはもちろんなんですけど、あ、真剣に将来に悩んでるから面白いと言っちゃダメだね。はい、なんですけど、年齢を書く欄にね、三齢幼虫ですハートって書いてあるテンションがめちゃめちゃ好きで採用しました。ありがとう、得点高かったよ。はい、でカブトムシになりたいけど、あの、冬眠できない、冬を越せないっていうお悩みで、クワガタムシになった時にケツアゴが反映されないか不安って言ってるんですけど、反映されたらなんかダメなのかな？逆になんか強そうじゃない？って思ったんですけど、どうですか？で、あれですよ、クワガタムシなんかご長寿昆虫ランキング、昆虫だったかな、ご長寿の虫ランキングみたいなやつの第5位にオオクワガタ5年がランクインしてましたので、カブトムシがダメならクワガタに転職しようかなっていうのは結構いいひらめきだと思います。はい、シュポップさんは潜水型がメダロットエースで活躍するにはどうすればいいと思いますか？できればユーザーの皆さんのご意見も知りたいです、とのことなので、こちらはユーザーの皆さんがコメント欄でもぐもぐ不要度さんに対してのご意見をね、変えてくださったら嬉しいなと思います。ということで、もぐもぐ不要度さん、カブトムシがダメならクワガタムシになりたまえ、ケツアゴが反映されてもそれはクワガタムシとしての誇りになると思います、という主将からの回答でした。どうですか、大丈夫ですかね。はい、元気に生まれ変わってください。ということで、お便りいただきありがとうございました。はい、今週のシュシュポップのラジオはここまでとなります。ありがとうございます。ですね、今日のラジオはね、みんなにコメント欄に書いてほしいこといっぱいあるよ。まず花火は見てられるか見てられないのかで、あとは、好きなメダロット BGM 教えてねっていうのと、潜水型がメダロットエースで活躍するにはどうしたらいいですかっていうの、はい、この3つ好きなやつをコメント欄に書いてください。で、今日の帰りにはケーキ屋さんによってショートケーキを 10% オフで買ってください。はい、これが本日の皆さんのタスクでございます。ゆるりとこなしてください。ポップポップおーということで、本日もシュシュポップがお送りいたしました。ありがとうございました。